回の中日を切る。近藤、監督が変わるべきだ。次は井端監督で。期待してたんだけどな。中日が打てない理由とは？暗い。チームの雰囲気がね、暗いんですよ。打てなかったら2軍に落とされるとかしてるよね。それはチームが暗くなりますよ。一方で新庄の日ハムは、選手が伸び伸びとプレイしている。向こうは明るいからね。雰囲気を変えられるのは監督しかいない。監督を変えるのではなくて、立浪の態度や方針を変えないといけない。キックボスしてるし、暗くなるよ。最近では米もなくしてるよな。ここで打てなかったら2軍に落とされると思って、チャンスで力んで打てない、っていうことかも。今から変わるのはもう厳しいやろ。監督としては厳しかったか。星の野球を現代風にして、中日を変えようとしていたのは分かった。それがうまくいかなかったね。我はもう古いんかもしれんな。井端監督に全てを期待するしかないね。次期監督はどうするんや？ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報を発信しているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。